はい、日本猫のミケちゃんかお母ちゃん、お母さんのね、おしっこ検査ですね。色は黄色です。肘は 1.062、 pH が 6.5、 まあやや酸性です。タンパクプラスマイナス正常、ブドウ糖ケトンビルビン線形酸のマイナス正常ですね。それで今400倍に拡大して、ちょっとなんかこれ細胞は固まってるんかな、もう何個だろう、100ぐらいの細胞が固まってますよね、これ。それがちょっと引っかかったんで 見ました。で、少しこれ違うか、これな、これはここに泳いでるのは細菌だよね、これなんかはね。でこの丸いのは脂肪球だと思います。で結構これまあ微妙だけど、白血球か、白い細胞のちっちゃい細胞。まあでも前はさ、鮮血反応が出たりとか血小成分がたくさん出たけど、今日は血小成分ないね、これ細胞の塊。はい、倍率が弱めで全体を見ます。400倍から100倍に下げます。そうすると、結晶っぽいのないよね。もう一回拡大してみようかな。まあ細胞 2,3 個固まってる、ね、であと脂肪球。結晶は出てないですね、今日のは。いいですね、それは。細胞成分で、ちっちゃく動いてるのが細菌ですね。多分丸いからブドウ球菌かなと思います。それと脂肪球がちょっと出てる。はい、じゃあまとめますと、赤血球は少しあったな。でも赤血球はない。細胞成分が1試合に100個ぐらいから10試合に1個ぐらい。血小成分ない。細菌は1プラス9球。尿因子はないというところですね。以上です。